대구. 노래우라야아리마스. 아들이 때 노래우라야아리마스. 산주풍부하루. 그와. 이때 가서 저도 1시간 쳐도 가네. 1시간 쳐도 가가루. 예예. 그래서 살 때는 갈 때도 가가. 아, 一発取ってくれませんかね。えらいすみません、この白いの押してもたら。はい、ありがとうございます。はい。はい、ああ、綺麗に映ってます。映しまようか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。あ、そうですか。えらいすみません。あ、室戸岬と、足摺岬と、さざ岬で今日で三つ岬。青みたいです。もう景色はほとんど一緒。そうですよね、うん、順番に制覇せなあかんもん。ここが一番辛いね。これがあるからあかんのが。そうですね。うん、ねえ、うん、強烈ですわ。こんな歩くとは思わなんだ。ねえ、車で目の前まで行って、まあ 100m ぐらい歩いたらしまいかなと思っとったら、なんのなんの。ねえ、やばい、帰れるかいな思って、それが心配な。もう70やからね。うん、うん、もう強烈ですわ。え、そうです、バイクで、はい、ねえ、ああ。強烈や、ほんまに。先月ね、先月北海道行ってきたんです。バイクで。あの、舞鶴まで行って、舞鶴から小樽までフェリーで行って、うん、アホちゃうか言われて、嫁犯人アホちゃうのって。よう行ったな。よう行けたな思って、2週間行ってきました。うん、休暇取って。うん、もうあの、生きてるうちにね、行きたいとこみんな行こう思って。もう友達も行さん死に出したからね。うん、もう好きなことしとかんとね。好きなもん、好きなことバイク乗って、見たいもん見て、食べたいもん食べて。もう好きなことしとかんとね、食い残らんようにね、最後やから。うん、あの時に行っときゃよかったわ。もうね、通用線からね、うん、体力がね、うん、何が一番嬉しかったか言って、一人で北海道行けたこと自体が嬉しかった。もう景色より、まだ体力あるやん。まだ行けるやん。うん、2100キロ走りました。こちらから、西宮球場。あ、西宮で甲子園球場ね。うん、甲子園球場から、京都の舞鶴行って、ね、京都の舞鶴から小樽へフェリー乗って。あ、舞鶴から。うん、22時間フェリー。朝昼晩飯フェリーの中。着いたら小樽で、乗るのも、夜中の11時、着くのも夜の9時。何もできへんのせやから。そうです、ね。うん、もう酒飲んでひっくり返ってるだけ。そやけど、フェリー乗るときにみんな、友達みたいになりますわ、バイクで行っとったら。おっちゃん、こんなもんでよう来たな、言うて。わしら何言うてんの、あんたら我がどのぐらいの年の頃からそのオートバイ乗っとったわ、言うて。それの旧型のやつ、って言うたら、あ、そうとか言って。うん、一緒に飲みましょうや、とか言うて。もうすぐ宴会が始まった。うん、夜中の2時前飲んでたら。うん、ほんで風呂入って行ったら、またそいつらがおって、お茶また飲みましょう、言うて言うて、え、今からかいや、言うて、すっきゃな、とか言うて。結局行くとこへ。うん、そうなんです。行くとこ、もうそこらのテーブルのとこ行かなしゃあないから。うん、もうしゃあないからね。お昼まで飲んどったら大丈夫や、言うて、あの、下船するの9時回ってからやから、9時間、10時間空いてたらアルコールも抜けるわ、言うて。
むちゃくちゃやん、おもろかったけどね、もうエピソードがいっぱいありますわ。携帯が動かんようになってね、雨降られて、この電源取ってるとこから水入ったみたいね、ほんだら森でちょっと休憩しよう思ってパッと見たら、あの喫茶店のマークあったから、そこへ行ったらなんと甲子園球場のそばから永住しはった人だったんです。えいそこでやってる人がです、そこでやってる人が、あの15年前に引っ越してきた言うて、ほんで自分でみんなやってんねん言うて、もう喫茶店まで、でそこ見えてる3軒うちの家のや言うて、その森はみんなうちのやとか言ってほんならお母さんがもう喜んでもうて、お父さんすぐ呼びます言うて見て、ほんならお父さんこう薪持ってきゃはって、ほんで、今から薪ストーブ入れたるわ言うて、と燃やしてもろて、ほんで携帯をその横に置いとったんですよ、ほんなら昼飯食って、コーヒー飲んでゆっくりしてる言われて、ほんでさあ行きますわ言うて、大丈夫とか言うて電源入れたら入ったんです。水分飛んだんでしょ、薪の水分、薪で引いて飛んでもたんやね、もう真横に置いといたからね、そやからもう神様仏様で令状書いて送りましたもん、ありがとう、来年も行くぜ、行きとったら言ってわからないからね、もう来年のことはわからないからね、1年1年が体力を衰えるからね、自動車やったら行けますわ、なもうしんどなったら止まって車なんか寝たらええねんから、オートバイそんなわけにいかんから、絶対旅館へ行かんとね、回られる距離も知れてるしね、あかんようになったら今あかんからね、絶対に旅館へ着かんと、難しい、車で来たらわけないです、もしなんかそこで寝てもエンジンかけて寝てもええねんからね最悪です、最悪ね、どないでもなるからね、オートバイはそこで寝るわけにいかんからね、北海道でしょうけど、野宿かキャンプテント張っていじれる人いてましたわ、これバンクソ寒いでとか思って、ちょっと調子乗ってね400キロぐらい走った日があったんですよ、ほな夜中高速走ったら寒い寒いこんなもんで寝られへんぞってキャンプだとまたもろに来ますからね、そういうことです、車やったら関係ないからね、今日も行きしな、今日5日目か6日目なんだけど、明石海峡大橋を怖かったしさ、横風が強かった、風強かった、死ぬかいな思いましたね、あそこは確かに、結構、ね、風車でも横風来ますよね、まだしまなみ海道の方はええんちゃいますか、四国のです、ね、短いし高さがないから、あれの方が確かあっちの方が風はやっぱ瀬戸内なんで長いからね、ねえ、ここで明石は来なかったでしょ、こういうふうに、そうですね、アーチ状、橋がねこうちゃうからね、こうなってますもん、あの一番高いところで怖かったな、あちゃー死ぬぞこれ、もうこけたら終わりやからね、あんなとこで、そうですね、こけたらもう終わりです、後ろから車どんどん来てるし、左の端でこけたら別じゃないけど、右の方へこけたらね、次の車線の方へ来たらもうアウトですわ、ほんで横側であんまり遅かってもあかん、怖いからね、余計速かったらもちろん怖いねんけどスピードの出てないのも怖いからね難しいとこです、もうさやから帰りはあの向こうから帰ります、しまなみ、あそこの橋通って帰ります、で、どこやあれ、岡山経由で、倉敷岡山あの辺やね、一泊して帰る、そうです、いや今日は実はねまだ八幡浜で泊まるようになったんですよ、もう八幡浜でちょっともう今日はゆっくりする思って、で明日は松山、近いけどね、それでもう朝のうちに松山、明日ね、もう全部回ってしもて、で明後日はもうそのままいざもう帰ると、ブワーッと帰ると、バーンと帰る倉敷でいっぺんに止まんねんけどね、松山から倉敷でいっぺんに止まんねんけど、倉敷からもう一気に西宮までドエーッ、だったらまあ、高速乗ったら早いからね、
休み休みでパーキングエリアで泊まってよっからせいしてまたもう晩になってもいいからね。そこらやったらもう走られた道やから、うん、もう晩でもかめへん、うん、こんな知らんとこは晩怖いからね。うん、うん、ですよね、うん。あ、せ、向こう行きはりました。あ、向こう、うわーすごいわ疲れた、あそこへ、はい、うわーそら強烈や。あ、あそこ女の人おるんじゃないの。はい、あの2人いる、うん、いたはりますな、はい、元気やな、はい、いやもうここに来て帰れるかいな思っていやもう疲れました。うん、そりゃそうですよね。あ、これだいぶあったでしょ。まだ川上がりより、うん、ね、はい、うん、強烈や。もう砲台の方は行かなかったです。もう何も行かないです。もう岬だけ行ったらもうヤンピー、帰りのことの方が心配。 あの坂、上り坂登れるかいな思って。もう休みながら、え、息が上がってる。ああ、息上がりましたね、うん、元気やったのに僕の先行ってましたもんねもうヤンピー、途中で帰ろうかいな思ったぐらいやったけど、もうちょっとです言われてもうちょっとですよとか言われて、うん、まあ寝打ちありましたよ、綺麗なの見て、うん、ね、三大岬制覇や制覇ですか、はい、ああ、ほんなら僕と一緒やね室戸足摺三大岬、はい、ね、前の9回室戸と足摺って、はい、今回この9回で、ああ、なるほどなるほど、うん、僕もこの旅で全部行ってますね。うん、長距離走ってます、ね、うん、甲子園球場から来て、ほんで室戸行って足摺行って佐田岬、うん、まあ、そうやけど間に止まってますよ、はい、うん、途中でね3日ぐらい4日ぐらい、今日は今日鳴門で一泊、晩出たからね、はい、鳴門で一泊して、ほんでから室戸で一泊して、ほんでから高知で一泊して、ほんでどこやったかな、高知で宇和島あたりですか。あ、そう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 、宇和島で一泊して、いや、お先に、あ、頑張ってください。どこ行きはりまんねん、これから。ああ、大分の方渡ろうかな。あ、フェリー、はい、あー、なるほどな、それはよろしいな、はい、うん、ほんゆっくりと回ってください、楽しんでください、はい、えらい、シャッターまで押してもらって、はい、えらい、すんまへんごっつい汗ですね、あ、強烈よ、うん、ほんまや、ゆっくり私は行きますありがとうございました。すみません。